今日は先ほど読んでいただきました聖書の箇所から、内在する罪ということで、御言葉から学びたいと願っております。でこの内在する罪っていうのは何かと言いますと、これは現在であります。現在とはアダムとエヴァがこの犯した罪であります。でその結果、すべての人類はこの現在を背負って、生まれてくるので、あります。神様がアダムとエヴァを創造されたとき、神様が作られたすべてのものをご覧になって、見よ、それは極めて良かったと言われたのであります。それは天地創造の御業は完全であり、そして完成されたのであります。それは人間の創造も同じであります。罪のないものとして創造されたのであります。そして神様はアダムとエヴァをそのエデンの園に置かれたわけでありますが、そのエデンの園の中央にはこの命の木とその善悪の知識をこう生え入れさせられたというふうに、聖書には記されて、おります。そして、神様は園のすべての木から取って食べなさい、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまう、この一つの戒めのみを与えて、あとは自由に何でも好きなものを取って食べ、そして、このエデンの園で、生活をしなさいということであったわけであります。けれども、創世記の3章を見ますと、蛇の誘惑に遭うわけで、あります。蛇がこの園のどの木からも取って食べてはいけないなどと神は言われたのか、エヴァがですね、私たちは園の木の果実を食べても良いのです、でも園の中央に生えている木の果実だけでは、食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないと神様はおっしゃいました。まあそこからこの蛇の誘惑によって神様がですね、この園の中央にある善悪の知識の木からは食べてはいけないと言われた、その戒めを破って、蛇の誘惑によって、このアダムとエヴァがこの木の実を食べたことにより、この罪が人類に入ってきたわけで、あります。で旧約聖書を見ますと、その食材、その罪をあがなうことについて、こう記されておるわけであります。その後、神様は戒めを与え、律法を与え、そしてこの出引きを通して、罪があがなわれる、その儀式をこの与えたのであります。そのことはこのレビ記の、16章に記されて、おるわけで、あります。16章はこの食材日という項目で、記されておるわけでありますけれども、主はモーセに言われた、あなたの兄
ロンに告げなさい。決められた時以外に垂れ幕の奥の至聖所に入り、契約の箱の上にある贖いの座に近づいて死を招かないように、私は贖いの座の上に雲のうちに現れるからである。先ほど招待中人がこの天神祭りの神輿のことについて言っておりましたけれども、まあそれは定かではないんですけども、しかしその契約の発行はですね、本当にこの日本で担がれている神輿のですね、この似ているわけで、あります。この当時も契約の発行はですね、一番大切なこの箱であり、そしてその特に箱の上にある贖いの座、そこにこの動物の犠牲の血がこう注がれるわけで、あります。贖いの儀式は聖別の油を注がれ、父の後を継いで正規の祭司職に任じられた祭司が行うべきである。彼は聖別した天の布の服をつけ、至聖所臨在の幕へ及び祭壇を清め、祭司たちと民の全改宗のために贖いの儀式を行う。これはあなたたちの不変の定めである。年に一度イスラエルの人々のためにそのすべての罪の贖いの儀式を行うためである。このように、民の罪を贖う儀式、それがこの、食材日でありますけれども、その日は年に一度だけこの至聖所に、入って、そしてそこで動物の血が注がれるわけであります。聖書には、主の御前で香を火にくべ、香の煙を雲のごとく漂わせ、掟の箱の上の贖いの座を覆わせる、死を招かぬためである。ついで大牛の血を取って指で贖いの座の東の面に振りまき、さらに血の一部を指で贖いの座の前方に七度、振りまく。非常に事細かい指示が出されておりまして、その指示通りにこの祭祀をするわけです。で、あなたの兄アロンに告げなさい。主はモーセに言われた。モーセの兄アロンが祭司系なんです。これは誰もできるわけじゃないんです。祭司の家系だけができる、それはアロンの家系なんです。そしてアロンがこの大祭司としてその年に一度その儀式をこうするわけであります。そしてそれは神殿、当時は神殿はない幕屋であるんですけども、その幕屋の神殿の中の至聖所に置かれている契約の箱の上にその血を、動物の血を振りかけて、そしてその食材贖いの儀式をこう行うわけで、これは不変の定めでありました。毎年行わなければならなかったのであります。救世軍の歌集の67番に都の外なるという歌があります。その一節に、都の外なる丘にて主は世のため十字架に死にたまり、絶えなる恵みに以下で報い、ただ主を愛して仕え祭らん。
新約に立ってその贖いの御業は大祭司ではないんだよ。イエス・キリストが贖いの御業を都の外であるカルバリの丘において成してくださったのであります。パウロはこのローマ書の7章の中でこの罪の問題を語るとき、私は自分の望む善は行わず望まない悪を行っている、もし私が望まないことをしているとすればそれをしているのはもはや私ではなく私の中に住んでいる罪なのです。この私の中に住んでいる罪がこのそれをしているということをですね、パウロはこの繰り返し言っております。17節と20節で言っております。私が望まないことをしているとすればそれをしているのもはや私ではなく私の中に住んでいる罪なのです。ということはですね、パウロは罪ということを考えるときに罪そのものはもともとは人間にはなかった。神様が天地創造され人間を作ったときにそれは甚だ良かった、極めて良かったと言ったときに最初に作られたアダムとエヴァは罪のないものとして作られた。けれども蛇の誘惑によって罪が外からこう入ってきたのであります。罪をあがなうために神殿の聖女の死聖女であがないの技をしてもそれは毎年毎年しなければならない儀式であります。どんなに動物の犠牲の清い生贄のその動物の血が契約の箱の上にある贖いの座に注がれたとしてもそれは一過性であります。その時だけであります。また繰り返し民は罪を犯し、そしてその罪をまた1年経って大祭司によってそれを許していただかなければならない。けれども罪をあがなうためにイエス・キリストが都の外でカルバリの丘で十字架におかかりになった、まさにそのことによって十字架の御業が成し遂げられ、そして贖いの御業は成就したのであります。ヨハネによる福音書の19章30節にイエスはこの葡萄酒を受けると成し遂げられたと言い頭を垂れて息を引き取られた。このローマ書7章の内在する罪の問題、パウロはですね本当にここを書くときに私はなんと惨めな人間なのでしょう、私は自分のしていることが分かりません、自分が望むことは実行せずかえって憎んでいることをします、もし望まないことを行っているとすれば律法を良いものとして認めているわけになります、そしてそういうことを行っているのはもはや私ではなく私の中に住んでいる罪なのです。私は本当は
主の御前に清く聖なるものとして歩みたい。けれどもそれができない。それはもはやそれは私ではないんだ。私のうちに住んでいる罪が私をそうさせているんだ。パウロは罪のゆえに悩み苦しみ、私は自分のしていることは分かりませんと告白いたしました。さらに、私はなんと惨めな人間なのでしょうと嘆きました。最後は、死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうかと叫んでいるのであります。しかし、イエス・キリストの十字架の御業は成し遂げられたのであります。贖いの御業は成就したのであります。パウロはこの罪の問題を本当にこのえぐり出すして浮き彫りにさせて、そしてもう自分の力ではどうしようもない、もう私は本当に惨めな人間だ、私はもうこの自分で自分をどうすることもできない、一体誰がこの私を救ってくれるのかと、そこまでこの罪の問題を提起しながら、しかし私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します、このように言っているのであります。私たちはこの聖書を紐解いて学んでおります。聖書は聖なる書と書くわけであります。旧約聖書、新約聖書、けれども旧約聖書を読んでいきますと、聖書とは程遠い内容はあちらこちらにを記されて、おるので、あります。今私は朝の、自分の祈りの時にサムエル記下をこう読んでるんですけれども、ちょうどこの前読んだですね、この聖書の中にこういう御言葉がありました。サムエル記下の二十章のところですけれども、そうではない、エフライム山地の出身でなおビクリの子シェバという者がダビデ王に向かって手を挙げたんだ。その男一人を渡してくれればこの町から引き上げよう。女はヨアブに言った。その男の首を城壁の上からあなたのもとへ投げ落とします。女は知恵を用いてすべての民のもとに行き、ビクリの子シェバの首を切り落とさせ、ヨアブに向けてそれを投げ落とした。ヨアブは角笛を吹き鳴らし、兵はこの町からそれぞれの天幕に散っていった。ヨアブはエルサレムの王のもとへ戻った。こんな二人読んでますですね。なんかこのIS がですね、世界のあちらこちらですね、すごいことをしている、それとあまり変わらないこう記事を読んで、これがこういうことは聖書にこう書いてあるとか。聖書はですね、なぜ聖書なんでしょうか。それは人間の罪をですね、ここまでかというまでこうえぐり出すようになります。そしてその罪の問題に私たちは自分ではどうすることもできない。あの偉大なパウロでさえも律法を守り、もうガマリエルの門下生としてユダヤ教に精通したそのパウロでさえも、この時に来た時には、私はなんという惨めな人間なんだろう、誰がこの私を救ってくれるんだろうか、私はもう自分で自分のしていることがわからないってこう来た時に、その罪の問題は、そうだ、それは
私のうちにあるんだけども、そうではない。外からこの来た蛇の誘惑によってアダムとエヴァがその犯したことによって私の中に罪が今入り込んでいる。けれどももともとはアダムとエヴァが作られた時はそうではない。その罪は戒めではない、律法ではない、レビ記ではない、申命記ではない、儀式ではない、神殿の至聖所の贖いの座ではない、都の外のカルバリの丘で成してくださったイエス・キリストの十字架の血潮によってのみ私たちの罪が許され、贖われ、洗い流され、そしてこの私の罪を許してください。これが福音である。これが救いの恵みである。ここに私たちが寄って立つところによって神の恵みに良くすることができる。これがパウロのこの信仰であります。7章から8章はですね、まあ、8章また学びますけれども、8章は従って今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。これでここでありません。内在する罪が贖われ許され、そしてそれが私たちの内側から追い出されって言った時に、私たちのうちに宿るものは内住のキリストであります。パウロはそれを経験したのであります。そしてファッションにこの移っていくわけであります。コーラスの104番に、生きているのはもう私ではない、キリストが私のうちに生きている、主よ主よ、よみがえりの主、キリストが私のうちに生きている。これが私たちに与えられている信仰でキリスト教会に行くと、この罪罪って言われるから嫌だっていう方が多くおられるということでありますけれども、私たちの信仰から罪の問題を抜きにして救いの恵みに預かることはできないのであります。キリスト教の説教は神罪救いであります。よく前田夫人がですね、もう説教は神罪救い、そう、神天地万物宇宙を作られて今も罪を治めておられる神様がおられる。これは分かるんですね。神様がおられる。そして罪を私たちは浮き彫りにさせられるようになります。それはもう聞きたくもないし考えたくもない。けれどもそこを通ってキリストの十字架の救いの恵みに預かるのであります。そして許しの恵み、救いの恵み、生きているのはもう私ではない、キリストが私のうちに来ている、主よ主よ、よみがえりの主、キリストが私のうちに生きているという、その経験の中に私たちは信仰の歩みを続けていくことができるのであります。神、罪、救い、これがキリスト教信仰の中心であります。今日はその
内在する罪の問題について、ローマ書の手紙7章からご一緒に学びましたけれども、私たち一人一人が本当にこの罪の問題をお一人一人が神様によってお取り扱いいただいて、私たちのうちに清さ、救いの恵み、あふれるこの恵みに満たされる、生きているのはもう私ではない、私のうちにキリストが生きてくださっているという、そういう信仰のお恵みに預かりたいと願うのであります。それではもう一つ歌を歌いたいと思います。